皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。5月になると私立の中学校の説明会、これが始まります。今回はその中で城南静岡中学校、この説明会について紹介します。この対象、説明会の対象、小学生とその保護者になっています。そして城南静岡中学校4つの特色があるので、まずそれを紹介しますね。1つ目は英語を強化したプログラム、2つ目が日本の伝統と文化を学ぶ、3つ目国際交流と異文化理解、4つ目が豊かな体験学習、こうなっているんですけれど、2つ目と3つ目、これって実は組み合わせなんですよね。私たちが普段の生活の中で当たり前と思っていることでも、他の国の文化を学ぶことで、これって私たちは普通だと思ってるけれど、他の国から見たら普通じゃないんだ、こんなことに気づくんですよね。そういうことで2番と3番、これは2つ組み合わさってできている、こう考えていいと思います。さて日程です。説明会の日程、5月14日土曜日、そして6月5日の日曜日、7月9日土曜日、そして夏休みに入って8月7日の日曜日、8月11日木曜日、9月がなくて10月2日日曜日、10月の22日の土曜日、これが説明会の日程になっています。そして入試対策個別相談会もあります。これは12月に入ってからです。12月の3日の土曜日、そして12月10日の土曜日、この2日間が入試対策と個別相談会。なお詳しい詳細については城南静岡中学校のホームページで確認してください。今回は城南静岡中学校の学校説明会についてお知らせしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。